とことんとこいととアシスタントのくじゃです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の11日月曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアラルイエーイ。情報交換できるバラの友達がある。はい、皆さんいませんか、そんなお友達。情報交換、いろいろバラの情報をくれるありがたい存在ですよね。先日も僕ににゃんちさん連絡くれましたよ。とこさん今ヨトウムシ要注意ですよと言ってこの画像を送っていただきました。さあ今からちょっとイモムシ出ますので要注意ですよ。ババン、こちらです。うわー、2匹でバラのつぼみをもしゃもしゃ食べて、まさにカップルでディナー中でしょうか。もう本当に恐ろしい写真ですよね。せっかく咲かせようと思っていたバラのつぼみをしっかり一晩で食べ尽くしてしまう恐ろしい虫なんですよ、トウムシ。僕もちょっと心配になって庭でつぼみの方をパトロールしていたらやっぱりやられていました。咲かせようと思っていた大切なエンジェルフェイスのつぼみがらんどうでした。もうがっかりです。もう皆さんちょっとこれからは大事に咲かせようと思ってたつぼみ、適来しなかったつぼみ、害虫にやられないよう要注意です。そこでヨトウムシ警報を発令しようと思いましたよ。皆さん夜気をつけてヨトウムシがいるかどうか確認してくださいね。せっかく咲かせようとしていたつぼみが一晩でなくなっちゃうなんてことありますので気をつけていきましょう。そして今日は香りのバラもちょっとだけ咲いておりますので、そちらカットして最後楽しんでいつものように終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こっち、あーくちゃんやられてるね。完全にエンジェルフェイスのつぼみが、うわー、もう完全に中身がありません。あらら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 ら、これはどういうことだ。もう完全にあのにゃんちさんに送ってもらったヨトウムシの仕業だね。きっといないかな。ヨトウムシは夜盗むというだけあって昼間はなかなか発見できないんです。だいたい地面に潜り込んで夜もそもそ出てくるんですね。いませんね。うん、これはちょっとまた夜確認しましょう。これはすぐには見つかりそうにありません。だいたいやられてればまた夜もそもそ出てきて、今度はこちらのつぼみを狙ってくるはずですので、また夜確認しようと思います。はい、では今日も香りのバラカットしていきましょう。こちらロザリーですね。たくさん綺麗に咲いてくれておりますよ。印象炉も可愛く咲いてくれております。ギパフュームも頑張りました。マイローズも綺麗に咲いてくれておりまして、そして口なしですね。もう最後の方です。もう今年最後のご紹介になるかもしれません。
今日も可愛くたくさん咲いてくれたね、くーちゃん。うん、よかったね、とこさん。本当にありがたいことです。今日はロザリーが可愛く咲いてくれておりましたよ。香りは、とっても爽やかな香りがかすかにしますね。そしてこちらです。粉生楼も可愛く小さく咲いてくれておりましたよ。この子も、爽やかでいい香りです。そしてこちらのリパフューム。この子は、とっても爽やかで甘い香りがしますよ。そしてこちらですね。マイローズは安定で綺麗に咲いてくれておりました。ティーのいい香りがします。うっすらですけども、爽やかな香りがしますよ。そしてもう多分今年最後のご紹介になると思いますけども、口なしですね。今年も綺麗に咲いてくれておりました。もう最後の花という感じで咲いてくれておりましたよ。口なしは本当に初夏の甘い香りで、さあ暑い夏が来るぞということを知らせてくれますよね。もうまさに猛暑の夏という感じですが、とてもいい香りです。濃厚な甘さが最高ですね。もう今年最後だと思うと名残惜しい感じですけども、香りを楽しんで、今日も終わっていきましょう。この口なしの甘い香りをベースに、こうして香りのバラを楽しむっていうのも本当に初夏の醍醐味でしたよ。とっても今日もどの子もいい香りです。最高。もうまさに香りの花のワンダーランド、いやーワンダーランド、いやー、はい、本日の動画いかがだったでしょうか。情報交換のできるバラの友達、ありがたいですよね。もう早速僕も庭をパトロールしたらやられておりました。もう今晩ちょっとしっかりチェックしようと思いますよ。ヨトウムシ、夜こうして盗みに来るあのイモムシ、本当に憎たらしいですね。もううまく捕まえられるかどうか分かりませんけども、夜見張っていこうと思います。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。うわー、電撃的な香り。バラとは違うのだよ、バラとは。はい、これが分かった方は外のガンダム好き。